皆さんこんにちはレック公認会計士課の中島ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、本日令和2年度担当式試験第1回目が、えー、終わりました実施されました、えー、皆さんどうもお疲れ様でしたはい、えー。それでは早速ですね、えー、合格ボーダーの方、えー、全体の合格ボーダーをですね見ていきたいと思います それぞれのですね科目の動画がアップされてると思いますのでそちらの方でも紹介されますが、まあ、そちらの方は各問題のですね詳細な解説等も行われるんですけどもそれらちょっと全部見ていただいて最終的に全体のボーダーを伝えていきたいなと思っておりますすまずででね企業法75かから80% 48%管理会計論が48パー今回も非常に難しかったです。 えー、監査論が55から60%でやはりこれもちょっと難しいですねで、えー、財務会計論が5658%、うん、56これらちょっと平均すると最終的なあの全体のボーダーが、えー、59とかそこら辺になってきてしまうのでおそらくそこまではいかないのかなと思っておりますなので全体のボーダーですね はいこんな感じでこんな感じですかねはいえー、60から62ではないかともしかしたら59とかのいう可能性もちょっとあるかなというようなえー、難易度の試験でした非常にちょっと全体的に難しい難化傾向にあるかなと思いますはい。 でですね、えーまあ、今回の担当式試験を踏まえてですね、えー、ぜひ我々から皆さんにお伝えしたいのが、えー、次の論文式試験今回の結果を踏まえてはちょっと置いといてまず次の論文式試験ですねこちらの方に、えー、すぐにかじを切っていただきたいと思います。えー、豪華発表は月月でですすからいやいや約間間の間ですね えー、特に年末年始を挟みますから皆さんにとって勉強しやすすいい環境になると思いますでそこで、えー、早い段階でもうすぐに論文式試験に、えー、ステップアップして学習している方とそうでない方だと大きく差が生まれるんですね。なのでぜひ、えー、早い段階でもう来週ぐらいからですかね、えー、弊社もイベントたくさんありますけどもぜひ、えー、弊社の論文合格コースというコースがありますからぜひそちらの方を ご検討いいただければと思いますで各窓口でですね合格発表の段階でもし残念だった場合もう一回担当を受けないといけないという方に対してもですねその講座の振り替えであったりとかそういった手続きも柔軟に行わさせていただきますので是非ご検討ください。でえー、とですね弊社のですねえー ウェブサイトのちょっとお,お伝えしたいんですけどもレック公認会計士で検索していただくとですねえっ、ー、とサイトが行くんですけどもはい今こんな感じになってますここを押していただくとえっ、ー、と回答速報の動画とかがありますで今、えー、お買い得の、えー、来年の5月向けのあとコースですね はい、そういったものがあります。で、えー、このですね、えー、ページのここ、はい、電話で、えー、講師、写真は二宮先生ですけども、二宮先生だけではなくて、他の先生とも、えー、電話で受講相談ができますんで、えー、もう受付全然始めてますから、このボタンをクリックしていただいて、ぜひ予約とかをして、えー、受講相談等も受け付けております。えっ、ー、と関東圏の方はこの直接っていうのがあるんですけども、直接対面で。 えー、渋谷とか新宿とかあと水戸橋とかでも早稲田とかでもですね、えー、お話ができるので是非ここをクリックしていただいて、えー、受講相談とかも、えー、すぐにやっていただければと思いますでえっ、ー、とですね、えー、と収益の認識はいもう大きく変わっていくと思うんですけども、えー、こちらですねイベントを実施しておりましてはい。 計算編が12月14日土曜日ですね、えー、お時間が、えー、15時から18時となっておりますで収益の認識あ、まあ、全国同時集計もいろんなところでやるのでぜひ見てくださいで理論編の方が12月21日、はい、これも同じく土曜日ですね、はい、こちらは13時から16時、はい、渋谷で生やって同時集計もこうやって やっておりますので、えー、いろいろちょっとイベントの方がですねたくさんありますのでぜひ皆さんあのお越ししていただければと思いますこの回答速報のページを押していただくとここにもイベントがありますんでぜひ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 ですねたくさんありますんではい小学生試験も12月14日にあります最大割引率80%になっておりますので、えー、ぜひ皆さん ご参加いいいいただければと思まますすははい、全国で実施してちょっと弊社のですね、えー、イベント等もお話ししましたけども、まあ、試験が終わった後ですからどのように自分が動いていけばいいのかっていうのがね、えー、ちょっとわからないかと思いますんで、まあ、基本は次の、えー、もう論文式試験に えー、受かってるかどうかちょっと置いといて、えー、まず論文式試験の勉強をスタートする特に租税法、うん、こちらの方は、えー、早い段階でですね学習はスタートされた方がいいですから、えー、ぜひスタートしてください。でもし万が一1月で、えー、蓋を開けてみて合格じゃなかった場合ですね また次の来年の5月に向けての対策が必要になってくると思いますから、まあ、それまでのこの1ヶ月の間は、えー、論文式試験のことにですね注力して、えー、頑張っていただければと思います。まあ、とはいえですねあの弊社の さっきお話しした合格ボーダーよりも大きく下回ってしまうとかやはり、えー、自分自身として、えー、担当式試験の勉強スタートしたいという方いらっしゃると思いますそういったこともですね、えー、ぜひ弊社のあのー、先ほどお伝えしたあの電話相談とか、えー、直接対面での相談、えー、こちらの方を使ってですね、えー、ぜひ講師の方に相談して、えー、今後の進路を決めていただければと思いますはい、えー、本日は えー、担当式試験本当にお疲れ様でした、うんえー、全体のボーター以上になりますお疲れ様でした